イビサ島の衛星写真イビサ島は地中海西部のバレアレス諸島にある島。スペイン・バレンシアの東約8 0トルに位置する。行政的にはスペインの自治州であるバレアレス諸島州に属し、バレアレス諸島の中で3番目に面積が大きい。正式名称はカタルーニャ語表記のイビッサである。この名前はフェニキア語、イボーシムに由来する。日本では イビザ島表記も多い。ハウスやテクノなどのダンスミュージックや世界遺産で知られ多くの旅行者の寄港地になっている。近年は大資本による大型観光施設の進出も著しい。北東に約80キロメートル余り離れたバレアレス諸島最大のマヨルカ島の1、6の面積だがギリシャのミコノス島の5倍以上、マンハッタン島の10倍の大きさである。 イビサ島とその南にあるホルメンテイラ島、近隣の小島はバレアレス諸島の中でもピティザス諸島と呼ばれている。中心都市は島の南部沿岸にあるアイビーサ。島の北部はやや複雑な海岸線を有しており、比較的湾が多く、山が海岸付近まで迫っているところもある。島の北東と南西に山地があるが、中央部東西は比較的なだらかな地形である。 最高地点は西部山地のサタレイアササンである。紀元前654年、フェニキア人がこの島に港を建設し、エジプトの舞踊の神ベスにちなんでリバサムとしたのが始まりとされる。後のエバススとしてローマ人に知られていた。ギリシャ人はフォルメンテラ島と共に松に覆われた島の井で、パイオタタウープシロンシグマシグマアルファイオタと呼んだ。 アッシリアの台頭によりイビサはカルタゴの支配下のフェニキア人植民地となり、占領、塩、ガルム、羊毛などを産した。紀元前400年頃には、島のキラム洞窟はにカルタゴの大地女神谷との神殿も築かれている。以降、フェニキア人の主要交易航路上にあった。島の支配は地中海沿岸地域の支配権の変遷とともに、ローマ帝国やバンダル人、 ビザンティン帝国、イスラム諸国かアラゴン王国など様々な勢力の間でその支配権が争われてきた。スペイン継承戦争を経てブルボン朝に置かれたスペイン王国領となる。18世紀から19世紀にはイギリス海軍によってイビチャとして知られていた。近世以降スペインは当初はアラゴン王国。 やがてそのアラゴン王国などを統合したスペイン王国が領有して現在に至っている。イビサ島が世界中から注目されるのは戦後、この島がヨーロッパのヒッピー文化の中心となってからである。やがて1980年代終わりにこの島で息づいていたバレアリックと呼ばれる独特の自由なダンス音楽スタイルとそのクラブシーンの協楽的な雰囲気を 当時、英国で盛り上がっていた、セカンドサマーオブラブ世代の DJ たちと、プロモーターが、発見したことにより、英国の若者たちのパーティーアイランドとして、発展を遂げることになる。1990年代を通して、ヨーロッパのクラブカルチャー、ダンスミュージックの中心地として君臨し、最新の音楽流行を求めて、世界中から、クラバーたちが押し寄せることとなる。その後、 島にあるクラブの巨大化と陳腐化、客層の低年齢化により、以前のような先鋭的な音楽シーンは姿を消したものの、依然として欧州の若者たちの最も人気な観光地である。ビーチ島には有名なクラブが多くあり、夏の間は特に世界中の有名 DJ たちがプレイするため大人気な観光地となっている。またその美しい海と砂浜も、 多くの人々を惹きつけている。島の西海岸にあるバー、カフェデルマールは、その美しい日没の風景と、バーの DJ がかける独特の音楽により、世界で最も有名なバーの一つとして知られている。このバーで流されているようなリラックスできるダンス系ミュージックは、後にチルアートミュージックと呼ばれるジャンルとして、欧州で流行する。他に、有名なクラブとしては、パチャやアムネジア、 スペース、プリビレッジ、エデン、エスパラディ、DC10 などが挙げられる。アムネジアで行われるアワパーティーやエスパラディで行われる水パーティーは非常に有名である。プリビレッジは植物園であった施設を改装したもので収容人数1万5千人を誇り世界最大のクラブとしてギネス世界記録に登録されている。音楽やクラブカルチャーが盛んなのは イビサ島の一つの側面に過ぎず、その他、老夫婦、家族連れ、カップルたちが落ち着いた雰囲気でバカンスを堪能できるというもう一つの側面もある。海水浴、島のオーガニック食材をふんだんに使用した食文化、古くから残る中世、近世の美しい街並み等も、この島の有力な観光資源である。イビサ島は、島自体が1999年に、 ユネスコの世界遺産として登録されている。スペイン世界遺産の中では2件目の複合遺産である。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。